なんか、なんかめっちゃ光ってない？めっちゃ光ってない？なんか白くない？勘違いかな？あ、そうだ。40分か。40分に設定してたんですけど、お姉ちゃんがねもうちょっと早く家を出ると思ってたんですよ今日どっか行くみたいで。そしたらなんかいつもより遅かったから、だから変えました時間。ごめんなさいね急に。おはよう。なんでこんなさ白いんだろう。なんか今日白くない？え？なんかモヤモヤしてない？勘違い？変なフィルターかかってるかな？勘違い？え、なんか違くない？今日レンズが汚れてる？レンズどれ？これか。ん？なんか変わった？白いよね。なんで？湿気？湿気でこんな白くなってんの？本当？なんでだろう。何や、輝いてる。発光してる？発光してたんだ、リナが。え、なんか、え？めっちゃなんか違う感じがしたんですけど。あ、ちょっとマシになったかな。なんであんなに白かったんだろう。おはよう。音符 2.5 ハートありがとう。今日はね、本当は昨日やろうと思ってたんですけど、絶対昨日やるべきだったんですけど、リーナの推しが22歳を迎えるということで、迎えたということで、今日は猫になる。絶対昨日やるべきだった。22歳、なんか22歳のアイドル多くない？22歳です。リアじゃないよ、リアの推しの松本カレンさんが22歳を昨日迎えたので、絶対昨日やるべきだった猫。絶対今日じゃない。今日も可愛い、ありがとう。あ、そういえばなんか昨日ね、結構同期と会ったんですけど、普通にね仕事で会ったんですけど、なんか割と花粉症の人多いのね。で聞いてみたら、なんか今日めっちゃ花粉やばくないって。そしたらみんな、え、いつもやばいけど今日大丈夫って言ってて、みんな、え、なんで？なんかリーナ一人だけずっとさ、もうめっちゃきつそうにしててなんでって思ったけど、なんか昨日よりマシになった。雨降ってるからか。え、でもね、薬飲んだよ。でもなんか昨日リーナが薬飲んでた薬は花粉症用じゃなくて、もうアレルギー全般用だから、多分効果が薄くて、だから花粉症用のやつをもらいに行かなきゃいけない。花粉症用だと思ってた、ずっとアレルギー用のやつが。多分ハウスダストとかに効くんだよね、アレルギー用のやつは。急いで風呂入ってきた、ありがとう。
30日、え、今日30日なのリーナ毎日配信。おお、素晴らしい、素晴らしいですね。三色団子桜ありがとう、三色団子ありがとう、桜ハートありがとう。リーナがさ、こういう服着るの意外じゃない？結構着てるんだけどさ、メールとかの写真には結構あげてるんだけど、ちょっと意外じゃないですか？あんま着なさそうじゃない？なんか白とピンクが好きなの。なんか黒とか割と着るかも。モノトーン、ピンクはねあんま着ないけど好き。なんかあんま似合わないから着ないけど好き。三色団子ありがとう、桜ありがとう。今日も可愛いですね、ありがとう。今日もビッグハート、うん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 。オッケー。そういえばね、昨日気づいたことがあるんだけど、なんか口角をさ、なんか笑顔になるときにさ、こうやってやるじゃん。でもなんか真顔でこうやってやっただけでも笑顔になるんだって思って新発見しました。こんなあんま笑ってなくても笑顔になる。いつもこんな感じ、ちょっと上がりすぎてるじゃん口角が。でもこれでも笑顔になるってことに昨日初めて気づきました。めっちゃ今日さ目の調子が悪いんですけど、桜ありがとう。湿気のせいだったのか、なんか白かったよね、輝いてるからか。ありがとう、三色団子ありがとう、頑張ってね、ありがとう。スキンズユニット頑張ります。本当に私これ以外に希望ないので、ぜひ希望をください。桜三色団子ありがとう。たまにはいいんじゃない、白いの。初回版、初回限定版、岐阜で見つけて買った。岐阜までいてくれたんですか？岐阜に住んでる、わかんないですけど、ありがとうございます。わざわざ絶対に、ね、今日変なのさ、こっちのアイラインのせいだと思うな。三色団子ありがとう、桜ありがとう、ありがとう、おはようございます。それこそ昨日ケーキ用意して食べるべきだったでしょ。それはそう、それはそうなんだよね。はい、ありがとう。みくじりーちゃんだと小吉だけど、まあ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 、リーナが出ただけで強運ですよ。22にゃんにゃん、そう、今年はカレンダーの年です。結婚式の前にあんずに LINE した。なんで知ってんの？いや、慌ててた？ LINE しちゃった。かわいい、ありがとう。昨日雨だったから大丈夫だった。え、昨日雨だったっけ？夜は雨だった。おはよう。朝からくしゃみ止まんなって思ったらその話してた。そう、くしゃみじゃないんだけどね、リナはね、鼻の人なんですけど、あのくしゃみもたまに、なんか鼻がムズムズして、くしゃみもたまに、花粉が落ちていたと思ったら次は黄砂ね。雨でも降るのかな黄砂って。黄砂もやばいんだよねリーナ、なんか肌荒れする、めっちゃ。全く同じ状態の人いてもろい。本当に辛い花粉症、いつからか花粉症になってしまった。桜ありがとう、ハートありがとう。メールでは、そう、この服めっちゃ着てる、結構気に入ってる、なんか楽に着れる、楽に着れるから気に入ってる。頑張ってください、ありがとう。桜ありがとう、フォローありがとう。今日いつもよりアンライン跳ね気味ね。なんで、いつもはねこんな感じ、アイライン割と垂れ目にしてるんだけど、
今日ね、ちょっと急いでた。あと長いんだよね、多分。急いでました。あと目はね、腫れてます。昨日もね、めっちゃね、言われた、ゆうねちゃんとかと会ったんだけどさ、なんかめっちゃ目腫れてるねって言われた。で、ママにも言われた。目腫れてるよ、大丈夫みたいな。花粉なんですって思って。はいよ。やはりリーナ見るとお腹すく。ありがとう。お腹すく？リーナ朝ごはん食べてないからお腹すくな。何食べよう。本当はね、今はなんかあんま食べたい気分じゃないんだよね。なんか食べ物ってより、お菓子を食べたい気分。でもなんかさ、たまにあるんだよね、あんまお腹空いてない時。なんかくどいものあんま食べたくないって思う時があるけど、朝ごはん食べ始めたらめっちゃ食べちゃうんだよね。こういう時結構ある。なんかお腹空いてないなって思ったけど、ご飯食べてみたらやっぱお腹空いてるわって言ってめっちゃ食べちゃう。ハート三色団子ありがとう。今日も結局来ちゃった。気になるメンバーになりつつある。本当嬉しい。いつも来ちゃってたらね、それは好きになっちゃったってことですよ。全然関係ないけどさ、カレンさんがよくね、振りでピアノ、私の一番可愛いところで、めっちゃ可愛くないこれ、どう思う、ちょっと好きになっちゃったって言って、好きハート、あ、これじゃんって思っちゃった、さっき。可愛くない？なんかこう斜めになって会えない時もどんな表情してるかどうか、気持ち悪いくらい想像をしちゃうから。これさ、一息でいけちゃうじゃん、一息で歌えるじゃん。でもね、カレンタンは息継ぎをするんですよ。会えない時もどんな表情してるかどうか、気持ち悪いみたいな息継ぎをするんですよ。それがバブいなと思って。桜ありがとう。私がバブくなるためには息継ぎもしなきゃいけない。でもね、リナ水泳の息継ぎできないんですよ。もうそっからだよね。カレンタンって泳げんのかな。水泳できないんだよね、リナ。泳げそうに見えるくない？なんかめっちゃ泳げそうじゃない？でも水泳だけできない、体育で。それ以外全然できるんだけど。トートイスタンプありがとう。かわいいスタンプありがとう。三色団子ありがとう。東海で来てもいい？でもなんかダフすぎん。なんかみんなの なんていう配信だったらまだあれだけどさ、東海とかさ、お金払ってまで行くとこにこんな格好では出られない。もっとおしゃれします。りーちゃんおはよう。今日もかわちぃです、ありがとう。かわちぃって言うとかわちぃかわって言いたくなっちゃうんだよね。多分りーな今日テンション高いよね。多分テンション高いよね。なんかバン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 って話題が出てくる。だから多分ね、みんないつもコメントのラグなんていうの、時差がすごいじゃん。だからさ、こんなたくさん話題話しちゃってるから何の話してんのか分かんなくなっちゃいそうだな、コメント見てて。猫耳かわいいっすね、ありがとうにゃん。私今日猫なんで。ハートありがとうにゃん。ジェイキーがみんな好きで絞れなくて困った、まあ、そういう時はやっぱり安心安全の最年少に行きましょう。花束ありがとう、おはよう。キョッピーが昨日か星になってる。キョッピー昨日同期みんなで回転寿司100皿チャレンジしたいって言ってたけど、いけそう？余裕じゃない？余裕でいけると思うよ。そんなん、ゆねちゃんとリーナだけで100皿いけそう。あれかな、2缶入ってるやつ、
楽しそう。でもね、めっちゃめっちゃ最近さ、あのグループメールがさ動いてるんですけど、11期のめっちゃなんか話してるよ。ここ行きたいね、ここ行きたいね、長島スパランド行きたいねとかさ、夢の国行きたいねとかさ、あの大阪の方の夢の国も行きたいねみたいな大阪の方ってどうやって訳すんだろうね、日本語で。ちょっと分かんないけど行きたいねとか、大須行ったじゃん、あの11期で、あの大須紹介みたいな。でその時にゆうねちゃんとあんずがいなくて、だからそこも入れてリベンジしたいねとかめっちゃ話してた。投票してありがとう。人数少ないけどいるよね、ありがとう、嬉しい。踊ってるとむずそう。あ、息継ぎの話ほら言った、やっぱり分かんなくなっちゃうんだよね、どこのコメントを読んでるのか。息継ぎの話かな、確かに踊ってるとね、体力も何スタミナが切れてくるから。確かに可愛い、ありがとう。ボンバーインでカレンタンいいな。リーナも昨日の生誕祭行きたかった。え、なんかさ、あのグッズってさ、メールでも買えないのかな、メール、あのネットでも買えないのかな。めっちゃ欲しいんだけど、あのさ帽子とさランダムなんとかとさ、全部欲しい。あと T シャツのバブカレンタン、今の方がバブいって思った。リーナの沼で泳いでます。いや泳げないよ、もうちょっと沈んでください。パジャマの日があるのは OK。 え、パジャマね、あるよ、たまに。頭の回転いいでしょ、なんで今日ちょっと脳が働いてる。でもリーナ乳酸菌飲んでないよ、なんでだろうね。最近朝が多いの、まあ夜っていうの、まあ、なんて午後に用事があることが多いから。かわいい、ありがとう。でも今日夜もできそうだなとは思ったんだけど、公園にもかぶせたくないしって思って、ワンコロかと思った猫ちゃん。え、これのさ黒色の猫耳あるじゃん、黒も欲しいんだよね。朝から茶色の食べ物食べれる人だと思ってた。いや食べれるよ、いつもはいつもは食べれる。でもなんか乗り気じゃない日がある。いつも全然食べる、メンチカツとか唐揚げとか。朝からコーラもいけるし。あ、そういえばさ言ってなかったっけ、この前さ東北会の日、あの幕張1日目、幕張1日目のさリーナの朝ごはんさスパムーチョなんだよね。だけじゃないけど、スパムーチョとおにぎり食べたんだけど、朝一スパムーチョした、めっちゃいい、気分がリフレッシュされる。気分ちょっと、ね、マウスピースしてるからさ、なんか急に話すと滑舌が悪くなる。本当にいいよ朝一スパムーチョ、めっちゃおすすめ。スパムーチョっていいよね、一生ハマってるかも。飽きることなくない、あの味って。スパムーチョ梅だよ、梅のスパムーチョって絶対飽きなくないか、飽きる時が来るかな。あの味さハマったら抜け出せなくない、ま、梅苦手な人はあれかもしれんけど。桜ありがとう。昨日重機揃った、うん、どんだけ、ハートありがとにゃん。大阪の方の夢の国、そう、え、なんていうの、大阪の方ってさなんていうの日本語に訳したらなんていうの、夢の国、あっちが夢だったらこっちはとかないもんね。なんでディズニーなんでなんで東京は、東京の方のテーマ、あ、千葉のテーマパークは夢の国なの。本人が言ってる、本家が言ってる、もしかして
え、大阪の方はなんて言うんだろう、知らないんだけど、リーナ坂の国みたいな、大阪ちょっとわかんない。ハートありがとう。初めて聞くワードでお茶吹いた。つかんといて。え、大阪の方の夢の国って言うしかなくない、言い方。お仕事行ってきます。頑張れくんだよ。大阪行くならパンチョのナポリタン。パンチョってなんだ、そういうお店ですか。美味しいんですか。カルボナーラとかも好きなんだよね、リーナ。なんかミルク苦手なのにカルボナーラ食べれる。チーズとかも苦手だけど。桜ありがとう。三色団子ありがとう。かわいいありがとう。リーナの沼に溺れろってことですか。え、そうですよ、もう息できないぐらい沈んでください。スパムチョということで、そう、スパムチョなんですよ。スパムチョって美味しいよね。え、めっちゃハマるよ本当に。食べたことない人いると思うんですけど、本当におすすめ。梅味が苦手な人からしたらちょっと遠慮しておきますって感じだと思うんだけど、梅味なんかまあ別に食べれるよみたいな、好きだよって人はマジでおすすめ。スパムチョ食べないと人生損してる。本当に手ぐらい。朝ごはんスパムチョ、さ、朝ごはんスパムチョ食べた、新幹線の中で。あのスティック型のスパムチョがあって、スパムチョって普通さ、何、普通のじゃがいもみたいな形してるんだけど、でもなんかスティック型、なんかなんて言うんだろう、大学芋みたいな、あ、違うな、あ、小枝みたいな感じの形をしてて、小枝っていうお菓子ね、みたいな小ささと形をしてて、スティックで食べれるやつがあったんですけど、まあなんか新幹線の中で食べたいなって思ったから、そのスティック型初めて買ってみたんですけど、美味しかった。まあ味は変わらんからね。でもやっぱりね、スティックめっちゃちっちゃいの、だから何本か一緒に食べないと満足感があんまりないのね。だからやっぱり家で食べるならあのジャガイモ型かなって思いました。でも味は変わんないからね、美味しかった。かわいい、ありがとう。朝早くから配信お疲れ様、ありがとう。 TG ユニット一生懸命頑張ります。雨で気が、なんていうのこれ、わかんないや、読み方がわかんなかった。カレンタの生誕くじもある。生誕くじじゃないけどね、生誕グッズ、くじではない。そういえば今さ、ラブリンさんの生誕くじやってんじゃん。やりたいんだよね。でもさ、 B 賞とか絶対当てれないじゃん。手紙なんてさ、ね、絶対もらえない、絶対もらえないから、早く手紙当ててください、誰か。絶対に手紙当てれないから、誰かラブリンさんの手紙当ててください。早く早く当ててください。そしたら私は、まあ、遠慮なくできるので。本当に当ててください、めっちゃ欲しいんだよね、壁紙とか。壁紙めっちゃ良くない？めちゃくちゃ欲しいんですけど。だから早くみんな当てて。そう、大岡さんのもさ、生誕くじさ、やりたかったけどさ、なんかさあったじゃん、あのなんか名前呼ぶみたいな、名前呼ぶじゃないけどさ、手紙だったかな、あったじゃん、なんかそういうさ特別なやつ、そういうの当たっちゃ嫌だからさ。まあ普通にメンバーがね、当てちゃったらね、ファンの人に当たってほしいと思うから、だからできなかったの、まだ残ったから、悔しい。だからラブリンさんのは誰か当ててください。ラブリンさんのは誰か当ててください、早く早く手紙を当ててください、じゃないとリーナが弾けなくなるので。さくらありがとう。美味しい美味しいよ本当に、スパムーチョ、ほらありがとにゃーん。結婚式が切り違い、逮捕です。
いつもこっちでやるけど。ん、何これ、なんて読むの、ジン、ジン、わかんない、食べたことないです、読み方もわからない。ハートありがとう、にゃーん。初見さん、りーちゃんおはよう、ガオおはよう。え、もしかしてライオンだと思われてる、これガオって、ライオンだと思われてました。猫ですよ、本当におはよう、本当におはよう。言いそうって思ったら本当に言ってたそう言ってた。はじめまして、毎日風邪ひかないように気をつけて頑張ってにゃん。嬉しい、頑張るにゃん、ぜひ応援してくれにゃん。今ね、あの SK48 の32枚目シングル初回版をの中に入ってるシリアルコードでディズニーに投票できるので、ぜひ私の夢を応援してくださると嬉しいです。お願いします、一票からでも嬉しいのでお願いします。自分は千葉の方をネズミの国って呼んでる。あー、まあ、ネズミの方って言ったらわかるよねえ、逆にさ、大阪の方わかんなくない？なんかいろんなキャラいるじゃん、黄色いキャラとかもいるしさ、なんて言うんだろう、人もなんかおじさんとかもいるしさあの赤と緑の おじさんとかもいるしさ、ちょっとねわかんないよね、あそこ何が主要キャラクターなのかもちょっとねよくわかんないんだよね。行ったことないし、映画の世界、どっちも映画よねどっちも映画よね。ご飯しっかり食べるにゃんよ、食べてるにゃん、ガツガツ食べてるにゃん。ユニバ、ありなのそれ、わかんない、どこまでいいのかわかんない。でも夢の国は多分ダメでしょ、本名言ったら。え、いいのかな、大阪の方は大阪の方っていいのかな、言って。関西夢の国、あ、関西版夢の国、どう、関東版夢の国と関西版夢の国。映画の世界、え、みんな映画の世界って言ってんの。坂の国って楽しくなさそう、いいじゃん、大阪の坂ですよ、坂の国スパムチョ探してもない、今いつもドラッグストアで買ってる。でもコンビニとかにはあんま売ってないんだよね。あ、でも、あ、売ってないわ、あんま見たことない。パンチお店の中、名前ヤバトンの斜め向かいにある。んー、どんな感じなんですか、味が美味しい、ビネガー味って何。はたありがとにゃん、今日は元気そうでよかった。まあ一晩寝てちょっと切り替えたけど、やっぱり入れなかったらマジで私は死亡するので、絶対に入ります。メイルって言うんだ、メイルって聞いたことあるな。グッズ飛びつえ9時も出てる、え、別なのあれ、同じものだと思ってた。てかめっちゃ知ってるじゃん、なんでそんなカレンタン情報詳しいんですか。手紙やったらおもろいじゃん、やだよ、気まずいじゃん、書く方が気まずくない、え、リーナなんか聞いたことあるなってなるやん、それが気まずいの。スパムチョとおにぎり食べると梅干しおにぎりの味になるのかな。でもさ若干違くない、梅味だけどさ、どうなんだろう、 やってみてやってみて。イズリンの生誕クジナ A 賞引いた、え、イズリンさんのお手紙、いいの、 A 賞すごい強運ですね。みんなの沼に使ってない君前ドンさん自分で手紙やってた、書いたのかなそれ
ってる気まんまやないか。いや違うよ、ジンタンって言うんだ。ジンタン食べたことないリーナ、初めて聞いた。大阪の方で通じる、まあ、確かに大阪の方。ネズミランド、あ、なんか聞いたことあるけど、リーナは夢の国大好き。デゼニランドっていうの、うん。三色団子ありがとう。ミオさんは普段から USJ ってめっちゃ行ってるから、多分そっちは OK。 あ、そっちはいいんだ、 USJ USJ です。桜ありがとう。夜勤終わりだとドラッグストア全部閉まってる、コンビニ行くしかないからかな。別にさ、夜勤前でよくない？ビネガー味、黄色の方、黄色？知らないんだけど、リナ、赤色？桜色？酸っぱムチョしか知らん。昨日投票したから元気出して、ありがとう。嬉しい。そういえば来週お披露目から3年じゃん。4日は自分の誕生日。何日？お披露目って何日？3月 3？ 違うか、4月何？お披露目っていつだ？厳しい戦い、そうだよ本当に。だから頑張んなきゃいけないんです。絶対になりたい、絶対負けたくない。本当になんかこれからのアイドル人生を左右する戦いなので、これは負けるわけにはいかん。ファンの方にもぜひ応援していただきたいです。猫耳だよ。そろそろ仕事行ってくる、今日も一日頑張ろうね、頑張ろうね。かわいい、ありがとう。4月5か、んー、4月5なんだ。で発表4月6、それは入るしかないですよ。皆さんぜひ知り合いとかにも布教してください、この子おすすめだよって。さくらありがとう。それはね、絶対にみんなで入りたいね。4月5お披露目で4月6日発表でしょ、それは入るしかないです。お披露目は劇場の最前で見てまして、リーナさん推しになった。すごっ、そんな時から、ありがとう。まあね、あのお披露目の日はね、あのミナルンさんかながいじってたあのハゲの人、なんかハゲの人みたいな言ってたじゃん、なんかその人がすごい記憶に残ってます。4月5日よ、忘れちゃいけない。いや、なんか合格発表の日ばっか覚えてる。桑名の国、長島、長島スパーランド、普通にいや長島っていう、いつも泣いちゃうの。あれから2年だなんて。そうだよ、今見てる人が全員1票ずつ入れてくれればお願いします。確かに結構見てくれてる、みんな。あれって1枚どれぐらいするんだろう。ぜひ協力してください。多分東京とか名古屋じゃなければ売ってると思うので、まあ、東京も売ってるかな、まあ、基本的に多分 SKE 応援してくださってる方は、まあ、愛知の人が多いと思うので、まあ、他県とか、まあ、ちょっと頑張って三重県とかなら、岐阜三重とかならまだ在庫もあると思うので、ぜひ少しでもね頑張ってほしいなって思ってくださった方は応援してくださると嬉しいです。お願いします。
めっちゃやだ。だってさ4月後にさ、なんかみんなさ言ってくれるじゃん、 X とかでさ11期生お披露目おめでとうみたいな、なった後日に臨時ユニット残念だったねみたいな、めっちゃやだわ。それもめっちゃさつぶやかれるじゃん。それは絶対にやだ。ぜひ応援よろしくお願いします。やっぱり同期の中でも多分一番入れる可能性はね、中間発表からして少ないと思うんですけど、だからこそ下克上できたらすごいかっこいいし、これからの人生につながると思うので、ぜひ私の人生を一緒に応援してくださると嬉しいです。覚えとる？覚えて、みんなも覚えてる？ハゲ言うた、ハゲって言ってなかった？ミナルンさん、こんなにドキドキする投票初めて。えリーナもこんなにね、今までもさいろんな挑戦頑張ってきたけどさ、こんなに絶対勝たなきゃダメって思ったのは初めて。毎日配信もねこんな続けられたことない。リーナ大阪に住んでますが SK が一番好き。嬉しい、それはありがとにゃん。これからも好きでいてね。お披露目の日の画像を保存してたんだけど、身長 156.2cm から伸びた。めっちゃ伸びてるよ。多分リナ今160いってんのかな。 159.5 ぐらいだったんだけど、あの前回測った時で、またそれ以降あのさ劇場でね写真撮影するじゃん、ソロショットさよくさ売ってるじゃん、あれのさカメラマンさん大体同じ人なんですけど、そのカメラマンさんにね結構な頻度でまた身長伸びた、また身長伸びたって言われるんですよ。だから伸びたのかな。あとね普通に単純にお披露目の時よりも姿勢が良くなった、まあ、今もさ元々が悪すぎたんですけど、今もねめっちゃいいわけじゃないんですけど、やっぱり姿勢めっちゃ気になっちゃうから頑張ってはいるんですよ、直そうと。だからそれもあるのかなって思ってます。ツルツルの人かツルツルの人か。栄の HMV も定期的に入ってる。そうなんだ。でもあそこね定期的に買い占める人がいそう。だから何二度手間とかをしたくないのであれば、多分三重とか岐阜のが確実かなと思います。ほらありがとう、おはよう。ミナルンさん平気でハゲ言うし、なんなら俺もお前って呼ばれてたいいじゃん仲良くて。公式プロフィールの好きな食べ物、唐揚げから竜田揚げに変更ありますか。めちゃくちゃ変更です、したいです。ハートありがとう、今気づいた。本当やってたよ。中間発表何位か分かんなかったからめっちゃ緊張してる。それはそう、めっちゃ緊張するよね。まあだからあのファンの方も言ってたんですけど、頑張るの今しか頑張れないじゃん、まあ、次リーナがいつ挑戦するか分かんないし、もし今回無理だったら挑戦するのもさ、まあ、さすがにちょっとね怖くなっちゃうから。だってもうリーナ何回か SK に入ってもめっちゃ何回かさ挑戦してきたけどさ無理だったからさ、まあ、まあ今でもちょっとねなんか挑戦って聞いたらさ、パレオの時もさリーナちょっとさためらっちゃったじゃん、なんかどうせ無理だろうなって思っちゃったから。でも好きな言葉だからこそ嫌いになりたくないから、だからなんていうの、今しか頑張れる時はないので、皆さんもね今しかリーナ応援できる時はないと思って今回のイベントにかけてほしいなと思います。もしかしたらね今回のイベントが最後のイベントかもしれないので、
皆さんがこうやってイベントでリーナ応援できるのも最後かもしれないので、ぜひ応援してくださると嬉しいです。7位からしか発表ないから、前回10位くらいあった。え、でもさ、8位から10位余計悔しくないって思っちゃう。だってもうちょっと頑張れたら入れたんだよ。最近想像しちゃうのは、なんか7位とかと 1,2 票差で落ちちゃうのをよく想像しちゃうから、なんかあと1票とかになんないように多くの方に応援していただけたらいいなと思います。ハートありがとう。三色団子ありがとう。でもむずいよねこういうのって。で、書きたい、書きたいんだよな、ホワイトボード。今日は赤にする。今さ、ハイキューノになってるからさ、なんかすごいね、なんていうの、あともうちょっとっていうさセリフがあるんですけど、なんかそれをが脳内再生されてた。諦めたらそこで試合終了なんでね。ボールが落ちてない限り諦めちゃダメなんですよ。バラだるまありがとう。今日は昨日より、そう、声の調子がいい。多分今普通かな、いつも通りだけど滑舌が悪い、マウスピースしてるから。最近見出した、お、推しはミヤビームも大好きな配球ね。この前話しかけ来てくれた、配球好きなんですかって言って、めっちゃ語りたかったですねスラムダンクでもそんなエアあるんだ言葉。三色ダンクありがとう。今合宿のとこ見てる。え、猫間とかと戦うとこ、夏の合宿で。桜ありがとう。じゃああと10票投票する。ありがとう、嬉しい。一番嫌だよね、あと1票でバイバイみたいな。まだ全然進んでないけど、監督さんのたけちゃんの声優さんが大好き。なんか声優さんにさ好きとかあんまないんだよね。なんか声がハマってればそれでいいって思っちゃう。今日は決めた、どうやって書くか決めた。あ、待って、でかく書きすぎちゃった。待って、ティーンズだけでこんなさ、でかいよ。いけるかな。ギリ、
めっちゃサイズ感がおかしくなっちゃったけど、ギリどう敷き詰められてるめっちゃぎゅうぎゅうだ。あの肉球を描きたかった。猫のね、なんかさ丸を塗りつぶすときにさ、縦に塗りつぶすか横に塗りつぶすか斜めに塗りつぶすか丸を描くかみたいな心理テストね、この昨日見つけた。リナ斜めに塗りつぶす派。なんで斜めにしちゃうんだろう、理由は分かんないけど斜めのがなんかいい。で丸がでかくなるほど斜め厳しくなってくるけどね。でもね、ちっちゃめの丸だったらねぐるぐるってしちゃう、いつも。今猫描いてる。ちょっとなんか顔がうざくなった。初めて胴体描く猫の。猫の胴体分かんない。多分犬よりさ体長くないよね。でも尻尾長いよね。あ、かわいいかも。可愛いかもしれない、もしかしたら。可愛いかも。どう？え、これ、あ、ちょっと丸が非対称、左右非対称だけど、まあ、ちょっと大きくするね。こんなんと猫ちゃんハートを描いてみた。え、ちゃんとね尻尾長くしたよ。どうですか、上にねスペースが空きすぎちゃった。リナがゴミをここに食べてるのがバレちゃう結構良くない？猫ちゃんの顔を描くの好きかも。自分がリーちゃんの役、リーちゃんに役立ってるのかを考えると、え、なんで？来てくれるだけでも嬉しいし、役立ってますよ。すごく。ディンズニーとぜひ。応援よろしくお願いします。髪
髪の毛ついてる。配給だったイズリンさんとも話せる。え、本当？結構配給好きな人多いよね。その1秒削り出せと近いものあるね。やりきりたい。そうそうなの。あとね、なんかめっちゃ協力してくれるじゃんみんな。ディーンズユニットでさ、すごい毎日のように宣伝してくれたりさ、マリーナが X 上げたのいいねしてくれたり、リツイートみたいなのしてくれたり、あとなんかめっちゃ何、まあもちろんあれね、あの投票も入れてくれるし、みんなだし、なんかちょっと1枚が何円か分かんないけどサリーナでも、なんかすごいさ入れてくれる人もいて、まあそれを稼ぐために何、宿題じゃない間違えた、仕事頑張ってくれてるんだなって思って、そういうのもありがたいし、あとなんかね、なんていうの、その全然リーナ推しでもないし、なんていうの、ティーンズに参加してない、ティーンズユニットに推しが参加してない人とかが、まあ、中間でいなかったからって言って自力全員入ってほしいって言って入れてくれてる方もいて、本当に嬉しいからこそ、その期待を裏切りたくなくて、だからもっともっと頑張ってほしい、応援したいなって思ってくださってる方は応援してくださると嬉しいです。やっぱり私はね、11期でも最年少だし、まあ、一番なんていうんですか、成長は見せれると思うので、これからね、やっぱり、まあ、今は時間の制限とかがあるんですけど、大人になった時も私が一番若いので活動もねたくさんしていけると思うので、ぜひ応援してくださると嬉しいです。味があって可愛い。え、味あるかなこれ味あるかな、猫かわいい。さくらありがとう。紙に書いたら、紙？リーナはホワイトボード派、毎日書いてるからさ消せる方がいいし、まあ、紙ってね資源だからさ、あんま使わない方がいいじゃんね。完成を待ってるドキドキが楽しい。どんなのができてるかなって、みんなどうせさ下手なやつ想像してるんでしょう。朝から可愛い、ありがとう。目が怖い。え、そうだから目が怖くできちゃったって思った。なんかだからうざい顔できちゃったなって思った。なんか絶対威嚇してる中だよね今。朝からが学校から帰ってきた。あ、そっか、びっくりした、学校終わったのもうって思った。ロスね、ロサンゼルス。おお。え、この前見たよ、なんかあのロスのネタで、なんかなんだっけな、リーナさ、マリマリマリっていう YouTuber にハマってるんですけど、なんか面白動画みたいな、なんかクスッと笑える系のやつにハマってて見てたのねそしたらなんか、まあ、ある日のお題で、お題、話題、タイトル、なんかバレンタインになんか女子が全員休んだクラスみたいなのがあって、だから男子しかいないみたいなので欠席理由で、その女子の一人ね、なんかロスに行けなくて、飛行機乗り遅れてロスに行けなくて、
ロスロスで休んでますみたいな人がいて、でもう一人はロスロスの人ロスで休んでますって人がいて、ロスだって思って、あの想像してました。ロス、いちずちゃんの子って思って思ってました。お疲れ。今日も岐阜県探してみる。ありがとう、嬉しい。石油がいれば、石油ばっかり頼っちゃダメですよ。団結力で勝ちましょう。石油は今どこにいるんでしょう石油ってインド。今日午前中にネット注文分は届くので投票する。ありがとう、嬉しいです。リーナに怒られたのでたくさん泣いてる。え、リーナに怒られた。え、リーナ怒ったっけ。リーナ怒ったことないんだけど。え、なんかしてたらごめんね。え、怒ったことないよ、リーナファンの人に。あ、いる、あるけど、一部ね、あるけど、あなたには怒ったことないよ、リーナ。リーナのモノマネ好き、ありがとう。最後かわいい。美術の、え、美術ね、成績一番上だよ。リーナにはみんながついてますか。まあ、正直ね、今はね、やっぱりさ、どの挑戦にもみんなついてたわけよ。でも達成できてないからさ、まんまその言葉をなんていうの、真に受けないっていうか、あんま信用できないんだけど今は。でも成功した時にやっぱみんながついてるからって思えたらいいなって思います。JK は何十万も買えない。でもそれはそうだよね、やっぱ JK のオタクってね。リーナもさ、カレンタンのグッズとかめっちゃ買いたいけどさ、やっぱ金銭関係があるじゃんね。自由にお金使えるわけじゃないし、だからそれはめっちゃ思う。でも応援してしたいって思って、1枚でもね協力してくれたら嬉しいなと思います。三色団子ありがとう。伸びしろしかない。そうですよ、めっちゃ成長してるとこもあると思ってるで。本当、昨日中坂美優さんが中学生メンバーについて語ってた。え、なんて言ってました。かわいい、ありがとう。威嚇の猫ちゃんもかわいく見えるありがとう。現場猫の顔を思い出した。現場猫なんだ、現場猫って。猫ミーム。成長を見守るのと制約とかの困難を乗り越えるのを一緒に応援したい。それが若者メンバーを推す醍醐味。醍醐味、醍醐味じゃない、醍醐味じゃないけど、そういう、そういうあれだよね、意味だよね。そうですよ、そこがいいんですよね。ついまで限界が来ました。おやすみ。早寝の、おやすみ。ロスの花粉情報もまめに書かないで。情報回ってきた。え、回ってきた。え、ちょっと、あ、そういえばロスの言ってたなって思って、あのいつもね、配信終わったらさ、あの配信内容っていうのを書いてんのね。まあ、ぜひ分かんない方はぜひ登録していただいて、まあ、そういうの書いてるんですけど、配信内容まとめみたいな、まあ、配信見れない人のためにっていう意味もあるし、まあ、ちょっと過去にね、なんか間違った捉え方でまとめをされててすごい嫌だなって思っちゃったから、それをなくすために自分の言葉でまとめを書いてるんですけど、いつもその時に思い出したのを書いてんの。あ、そういえばこんなこと話したなって思ってで、ロスのやつがすごい頭に残ってたから、あ、ロスは花粉が少ないらしいみたいななんかアメリカの花粉はそんなないらしいみたいな書いちゃった書いちゃいました、ごめんなさい。ちょっとロスってすごい、ね、印象深かったので。現役の時、遅刻の言い訳もっとセンスあるのを考えればよかった。遅刻の言い訳、うーん、
センスあるのあるかな。僕の石油は中東地域ではなく新潟か秋田ぐらいの微量でごめんなさい。いいよ、私はそれ以下です。遊びに来たよ、ありがとう。同期ガンダにいっぱい出てるから焦りがあるのは分かるとか、若さで勝負しろとか、あ、まあそうですよ。だって覚えてるよ、めっちゃめっちゃね。私ポジもさ結構覚えてて、でもなんか時間の関係で出せないっていつも言われてて、まあ、そりゃそうですよね、みんなそうだよね。ハトありがとう、醍醐味で合ってる、合ってた合ってたか。ハトありがとう、登りの振り返り便利。あ、本当？嬉しい。配信まためちゃくちゃ助かってる。見逃さないようにするのが一番。まあそれはね、でも仕事とかでね、それは嬉しい。よかった。さくらありがとう。JK になってからが勝負。まあキラキラ JK なんだね、JK って。もっと輝ける場所があると思うので私も。私もねユニットに入ってやりたいこといっぱいあるんですよ。なんかそれこそさ、ちょっと今はさリーナ割と歌うの好きなんだけど、で割とねファンの方もさ歌がすごい好きでって言ってくれる方も多くて、でもね今の活動でその歌を活かせてるかっていう言われると全然活かせてないわけよ。制服の目とかもさ、なんか歌唱曲もあるけどワンフレーズだけだったりとかで結局たくさん聴いてもらえないのね。だからなんていうの、あんまり自分を出せてないくて今の活動で、だからそこもっと出せるし、あと何やりたいだろうな、なんかメンバー考案のグッズとか出したいし、だからファンの方ってさなんかこういうグッズ欲しいとかあるじゃん。なんか今までになかったものを作りたいとか思うし、なんかいろいろねあるんですよ、やりたいこと。あと全国を回りたいです私。あと可愛い、何、自分たちのオリジナルの衣装が欲しい。リーナたちってオリジナルの衣装持ってないんですよね。なんか曲のオリジナル衣装、なんていうの、グッズで出てるようなさ、あのベースボール T シャツみたいな、ああいうのはまあ自分のなんですけど、あの今までにさ研究生楽曲2曲出してるじゃん、感電中とビューティフル。でもどっちも先輩が使ってた着回しの服で衣装が、だからまだ自分の名前がついたやつが、なんていうの、10期だけのねやつがなくて、あのニューエイジャーとかはあるよ、まああるけどあんま着れないし、あとオリジナルの衣装もっと欲しいです。であんな可愛いね衣装を着て頑張れるといいなって思います。でもこんなねやりたい希望だけ抱いてても意味がないので、そこで皆さんに、皆さんからの救いの手が欲しいなと思ってます。ミュウさんも9期では年少メンバーでなかなかアンダーに出れず昇格遅れちゃったクロージンさん。そうなんだ、やっぱりね出たいよね。
いやめっちゃごめん、めっちゃ鼻がムズムズする。大丈夫大丈夫、猫耳かわいい、ありがとう。リーナのグッズものすごく欲しい、たくさんね欲しいよね。今日もかわっちありがとう。 SK メンバーで歌謡賞とかあればいいのに、歌唱メンバーだけを集めて。でもなんかさ、歌謡賞じゃないけどさ、なんかのさイベントでさ、カラオケ大会みたいなのしてなかった？マジラでしょ。ね、欲しい。桜ありがとう。毎日配信30日。今月いっぱい頑張ろう。頑張ろう。桜ありがとう。オリジナル衣装に名前が入ると嬉しい。杉本ポジって名前も残る。そうですよ。まあ、あと、単純に、なんていうの？コンサートとかめっちゃ好きで、リーナ。野外ライブとかめっちゃ好きだし。コンサートたくさんできるじゃん、ティーンズユニット、ティーンズユニット、プリマステラさんみたいな感じだったら、ちょっとまだ詳細わかんないんだけど、どういう風に活動していくのかわかんないんだけど、コンサートとかね、たくさんやりたいですね。ツアーとか、今日が30日？今日 29？ 29か。だとしたらもう、まあ、みんな多分仕事あると思うので、 CD とかをね買いに行けるのも本当にあと3日しかないので、絶対さ早めの方がいいじゃん、まあ、ギリギリにやってなんか寝落ちしちゃってできなかったとか、応援しようっていう気持ちがね無駄になるのが一番良くないと思うので、行動は早めに。例えばね、例えば10枚買ったとします。でもいやもうちょっと応援したいって思ってくださったら、一歩下がらずに応援してくださると嬉しいです。ゼロポジ？ゼロポジかな、なんかやってたよね、カラオケ大会、チーム別チーム対抗カラオケ大会みたいにやってなかった？どのチームが一番うまいのかみたいな、あれめっちゃ出たかった、研究生としてリーナの希望叶えたい、ありがとう。でもリーナさめっちゃさ思うんだけど、歌唱力ナンバーワン選手権やったじゃん、わかんない方もいるか、おととしに AKB48歌唱力選手権ナンバーワン決定戦みたいな、歌唱力ナンバーワン決定戦みたいなやつに自由参加なんですけど参加したんですよ。その時よりもねリーナめっちゃ歌が、ね、できるようになった気がするんですよね。なんでだろう、声が成長したのか分かんないんですけど、まあ、単純に歌ってるからかなめっちゃと思うんですけど、これからも期待してほしいなと思います。ティーンズユニットにかける思い伝わってきた、ありがとう。本当に気持ちは人一倍以上強いと思うので、本当にここで入らなかったらもう先はないってぐらい本当にかけてるので、ぜひ応援してください。構えがちでカレンタン、えね、かわいい。雨やんだ、え雨やんだんだ、うん、あでもなんか今日午後からやむよね、ゼロポジかな、あさっき読んだね、そうそうそう、11期だけのコンサート、えめっちゃしたいんだよね、もう勝手に背取り考えてるよ。勝手に11期生の11周年コンサートの背取りね、勝手にみんなで考えてるよ。一人諦めてる人いるけど、でもちょっと30歳はちょっと。もうすぐ春休みの終わりだね、うん、終わっちゃう。週末ラストチャンス、そうですよ。ティーンズユニットのツアーで福岡や札幌とかも行けるかもしれないしね、行きたい行きたい。でちょっとネットショットショッピングします。ありがとう。とりあえず手持ちの分全部投票終わった、お
ありがとね、時間がかけてくださって。野島さんが優勝したのかね、それは結構前のやつかな。優勝はね STU さんだった気がする。歌唱力決定戦またあるといいなね。やりたいね。あの時より上手くなってる。そうそうそう、思う自分でも。研究生アンズと二人、そうそう、リーナ歌個人的に星すごく上手いと思うし、たくさん聞きたい。星わかんないけどありがとう。緊張具合も違うし、今のがそれはそれは素晴らしいやろな。確かに緊張したよ、めっちゃ。うまい、ありがとう。歌もダンスも多分前より筋肉がついた。うん、そう思う。オープニングは長いガールズフェスティバルのセットリ5曲ね、でやりたい。オープニングだけ髪下ろしたい。でも初期の頃みたいな感じ出したい。11周年だからさすがに昇格してると思うのね。だから髪も上げれると思うけど、やりたいね。その時だけ、最初だけストレートで全く強気、初期と同じ髪型にして。やばい、めっちゃお腹鳴ってる。やっぱお腹空いてるわ。なんかあんま空いてない気がするとか言ったけどめっちゃ空いてるわ。ほら、ありがとう。ティーンで追加で投票ありがとう。嬉しい、みんな追加に追加に追加を重ねて応援してくださっててすごい嬉しいです。まあ、その度にね、自分の気持ちも届いてるかなって思えるのが嬉しいです。9月になったイノセンス、そう、歌えちゃうよ。いろんな髪型のリーナが見れるのを楽しみにしてるね。楽しみにしててね。で、一番最初にやりたいのはね、ポニーテールかツインテール。あんま変わらんけど、ポニーテールかツインテールをやりたいなと思ってますね。前回スタートから力入りすぎて山が作れなかった。うん、そうそうそう。あともうなんか緊張しすぎて筋肉が固まってて高い声が出せなかった。なんであんな緊張してたんだろうな。でも今やっても多分緊張はする。だって東京で撮ったんだよあれ。東京まで行って歌だけを撮りに行って、ということでもう1時間だからあれですね、1時間配信の予定だったので、今50分に始めたか。まあちょうどいい、いつもよりねあれですね、延長が少なめなんですけど、だってちょうどいい感じなのでもう終わりたいと思います。コメント読んだら終わるね。ぶっちゃけ7位で OK？ ん？どういうこと？7位終わりで OK ってこと？いや、そんなの思ってないよ。できることならね、もちろん1位になりたいですよ、挑戦した限り。でも入れないよりかは7位のがいいよね。でも7位目指して頑張ったも頑張っても絶対上にはいけないので、7位目指しだとね多分県外行っちゃいます。アディショナルタイムな、そうだよ、あ、そうだ、スクショタイム取ってなかった、リクエスト取ります。11周年死んでるかもしれないので5周年だよ。死なないでよ、生きてね。スクショ取ってなかった、なんかください、リクエスト。多分来るであろう猫ポーズ先にしときます。ふん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 、オッケー、22歳ポーズ、ふん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 、オッケー、お腹すいたポーズ、
ご飯どれにしようかなってポーズです。その通り、目指す目標は高い方がいい。でもね、高すぎる目標はね、あんまつけたくない人なの、リーナは。でもみんなの力があれば1位もね、高すぎる目標ではないと思うので、一緒に目指していけたらいいなと思います。指ハート、ふん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 、オッケー。朝ごはんまだ、そう、まだ食べてなかったの。三色団子ありがとう。誕生日おめでとうポーズ、ふん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 、うん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 、おめでとう。私こんなに、これさ、カレンタンがさ、ソロで歌っててめっちゃ可愛かった。私こんなに幸せでいいのかななんて。13位からプリマステラのマリンさんの例もあるから、ぶっちゃけ7位でよくないよ普通にびっくりしたよ。ファンの人にもさ、7位を目指して投票してほしくないです。ファンの人も常に上を目指して投票してほしいです。県外から巻き返した例はある。まあね、それはよく聞きますよまあでも巻き返したから、巻き返した例あるから大丈夫でしょって思ったら、私の超世代みたいになっちゃうので。私もさ、言われたんですよ、超世代のイベントを受けてる時に、なんかこの人最終日で1位まで上がったからみたいな。私はそれを信じて頑張ったんですけど、まあ、結果無理だったので、そういう例があるからって安心せずに、応援したいという気持ちだけで頑張ってほしいなと思います。頑張りたいと思います。愛のホログラムの右肘上げて反るポーズ、あ、これか、うんうんうん、近くしちゃったね今、うん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 、オッケー、ありがとう。朝から配信ありがとう、ありがとう、おはよう。え、あ、そっか、スクジタイムさっきしたばっかなのに、あれしたっけってなっちゃった。え、ちょっとさ、これもして、ふん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 、ありがとう。巻き返した例があるからりーちゃんも当てはめたい。そうそうだね、その例だけで安心せずに最後まで応援してくださると嬉しいです。なんかね、途中までどれぐらい票が入ってるかとかを分かるようにしてほしかったな、超世代みたいにさ。まあさすがにないと思うけど、なんか途中のさ票とかをさ表示しないとさ、なんかちゃんと計算できてるのかが分かんない。なんか正確な、何、正確な結果なのかが分かんなくない？表がちゃんとないと。中間発表とりあえず10票だけ、ありがとう。まあだからね、これからみんな巻き返してくれてたらあれなのかな。え、みんなそういう感じなのかな。みんなもさ、とりあえずで入れて結果で本気出してるのかな。だとしたら怖いね。1位の人とかもさ、1位のファンの人とかも最初とりあえずでまあいっかって入れて、こっから本気出してたら怖いよね。残り3日、悔いなく頑張ります、ありがとう。そうね、悔いのない戦いにしましょう。結構みんな追い上げすごいだよね、それが怖い。結局こんなんさ、
一人一人がどれぐらい頑張るかになっちゃうじゃん結局。ファンの人の数にはやっぱり限りがあるからさ、 SK だけでもね、それが怖いよね。もう同期ならそうやめたくない。それはそう。そこに後輩が入ってくるのが余計に怖い。同期も負けたくないけど後輩には もっと負けたくないから。ある意味競馬と一緒、先行逃げ切りか追い込みか。そうだよね。多分みんな本音は言わない。どういうこと？分かってしまうから。どういうことだ？桜餅、流れ星ありがとう。実は案外接戦な気がする。だとしたら余計にね、何？こっち一票、こっち一票、こっち一票、こっち一票の繰り返ししてるじゃん。だから余計結果が悔しくなるのだけは嫌だ。だから、まあ、絶対に入りたいですね。結論結論そんな感じ。だからリーナが諦めない限りファンの方も諦めずね、まだ終わってないので、投票完了した OK じゃなくて、まだ終わってないので最後まで応援してほしいです。お願いします。我々ファンが誰に入れたかは言っても何票入れたかは言わない。それはそう。若干少なめに言う人とかもいそうだしね。ちょっとこれまた撮ってなかった、リーナの猫ちゃん。オッケー。え結構良くない？え、これ勘違い？結構いいって思うのはリンの勘違い？これバランス悪いけど、一口かじられたみたいになっちゃってるけど、結構いい感じ。 CD 探してきます、ありがとう。ということで今日は配信終わりたいと思います。あと何日だ？今日が29、30、31、あと2日3日、今日合わせてあと3日なんですけど、投票期間が。もう私のね、命魂身体すべてかけてるイベントなので、皆さんもね、今見てくれてる方、一票だけでもみんなが一票入れたらそれは大きな力になるので、少しでもね応援したいと思ってくださった方は応援してくださると嬉しいです。お願いします。コメント読んだら終わるって言って全然終わってなかったわ今回本当のやつ、本当のやつでコメント読んだら終わります。あのスクショタイムしてなかったからね、長引いちゃった。かなり良き。え、今日はって何ですか？いつものイラストもいいでしょ。結構良きでしょ。あ、かわいいボス感のある猫ね。ボス感あるよね。目つきが悪いハートがデザインされてかわいい。そう、デザインしたハート、配信ありがとう。こちらこそ。朝配信ハサブロ入った直後に配信始まったっけ、見れてよかった、ありがとうね。今日入れてみっか。気合だ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 。にゃんこパンチで久しぶりに配信ゆっくり見て楽しかった。お、よかった。楽しいのが一番。中間名前あるとかなりより、うん、それはそう。だから不利だからこそもっと頑張んないと。投票期間後もぜひ続けてほしい。でもね、高校始まっちゃうからね、毎日配信は、まあ、頑張るよりリーナもできる限り頑張るけど、それ頑張って逆に両立とか全部がおごそかになっちゃったら良くないからね。絶対トイレ行くぞ、行くぞ。はい、おにやということで配信終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。最後まで駆け抜けていきましょう。
て。終わります。朝ごはん食べます。ありがとうございました。じゃあお仕事ある人頑張ってください。